どうも、あやです。ピンポン。はい、今回はですね、お久しぶりに私のドレッサーの中身を紹介したいと思います。最後にやったのが2020年の7月みたいで、ドレッサー自体はね、変わってなかったりとか、その中身のコスメだったりとかが結構その時からガラッと変わったので、なんかメイクもね、そういうなんか賞味期限じゃないけど、何、あんまりなんかこう使っちゃいけなくなっちゃう時期みたいな、なんかあるみたいだから、新しいものが増えたらその分なんか何かを捨てたりとかっていうのを結構やってるので、まあ、変わったコスメだったりとかを紹介できたらなと思います。ぜひ最後まで見てください。どうぞ。はい、上からドゥル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 ン、こんな感じです。はい、こっちに行くと私の好きな小説たちがあります。はい、じゃあもうちょっと上から紹介していきます。多分前回のドレッサー紹介の時にはなかったであろうこの子たちですね。この子たちはアクセサリーです。基本的にネックレス、これはブレスレットが中に入ってて、全部ヨンドシーさんのものです。で、これは私が最近使ってるハンドクリームで、こうするとこれクリームが出てくるんですよね。このてっぺんとかから2種類くらい種類があるんですけど、保湿してくれる方を選びました。で、これはねネックレスですね。ティファニーさんでございます。前は結構ドレッサーは綺麗さを重要視してたんですけど、最近はコスメとかが結構増えてきて、リップとかもそうなんですけど、だからとりあえず入ればいいやと思って、別にこうなんか普段から紹介するわけでもないから、結構ね詰めに詰めています。でね、こっちの3段が割とデパコス系で、こっちはねブランドとかで結構こうまとめたりとかはしてます。ここら辺はねデパコスとかじゃないです、全然。あ、さっき急いで塗ったリップですね。これはエテュセさんのものでございます。ここら辺にもとりあえずババババババーンっていろんなものを敷き詰めている感じです。これはそう、ゆきさんとカイガーくんがね、私の買い物に付き合ってくれた時に買ったやつで、ゆきさんおすすめのリップです。で、シュウエムラです。一段上はね、で、ここは結構ディオールさんが多く入ってる段、ドゥルルルン、これがね私は最近毎日使ってます。これめちゃめちゃいい。あー、やばい、鼻がかゆい。で、ここがスリーさんのグロスで、これじゃん。で、これじゃん。やばい、超適当だ。これね、どこのだろう。多分ね、ママからもらったかな。あ、違うわ。このカラーはね、多分自分で買いました。で、ここがね、キャンメイクのやつ。3本全部色違いです。で、下が全部イブサンローランですね。私が最近めちゃめちゃ好きなブランドです。ドゥル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 ン。これはですね、皆さん見覚えがあるでしょうね。お誕生日プレゼントでね、ジュキアさんからいただきました。で、まあなんかこうあって、これは多分ね、限定パッケージかな。これがね、多分最近結構流行ってるやつで、なんかマスクをつけていても色が落ちづらいって言われてるやつです。が4色持ってるんですけど、これが一番私は好きな色です。でもね、結構売り切れちゃってるのかな、ね、1本入りきらなくてここに横に入れてて、こっからはね結構全然デパコスとかじゃないんですけど、ここがニコルさんのやつとかで、オペラがあって、ここが古川由香さんとか、これはねフクレナさんのリップとかですね。結構もうババババババって入れちゃってるんですよ。でここら辺までは結構頑張ってるんですよね。エチュードで揃えたりとかしてるのに、なんかいきなりさ、こうやってさ入ってくるんですよ。本当にひどいよね。でここがマックですね。多分マックが多い。でもロムアンドとか全然キャンメイクとかいろいろ入ってるからね、もう全然違う。でここはね、後ほど紹介するんですけど、ここに入らなかったチークたちです。はい、チークたちがここに入ってます。最近のねお気に入りのチーク、これとね、でもねこれも好きですね。最近ずっと使ってるハイライト。ここは全部ディオールだ。アイシャドウと上2つと右のやつはチークです。そう、これ、このピンクのねチークが最近よく使っていますですね。引き出しはこんなんです。ではですね、右から紹介しましょう。まずこちらシャネルの香水ですね。これもシャネルの香水です。同じやつ。ここら辺ね、本当にね、喧嘩売ってるからね。こっちディオールだもん。だって。こっちにはディオールの香水と、これはボディクリームですね。で、だってシャネルとディオールと、ここにね、ジルスチュアートがあるっていう、もう本当にね、もう喧嘩だらけ。はい。これはもう可愛いからずっと置いてますね。私がね、バズ入って、一番最初にもらった誕生日プレゼントなんですよね。スタッフさんからいただいた。これはね、ジルスチュアートじゃないわ、全然。これはサマンサさんのやつね。サマンサさんのやつですね。これはね、メルプチの企画でね、多分ミナミちゃんだったかな。を、ここに置いてて。これはね、前回のやつから置いてる。あ、そう、ここはね、ブラシ。これはね、なんか最近ね、エチュードで
で買った時に期間限定でついてきますって言われたあのブラシです。だからこれは最近こうやってもう持ち歩いてます。これはあのファンデーションをねメイクのパレットみたいなやつで、リップとかも自分でこう2色くらい出して自分で混ぜたりとかもできるっていうパレットです。でスポンジで、こっちはですね綿棒とかいろいろ入ってます。こちらの櫛、なんとユナとね記入されてるんですけども、こちらはですねモカちゃんからもらいました。ゴミ箱、これはセリアだから。で除菌のフキフキするやつとスプレータイプがここに置いてます。でとりあえずまず鏡の中行くわ。鏡の中はだから前とね多分ね全然変わってない。使ってるってこういうものとか変わってないから、ここはねもうねいろいろ消毒消毒ありすぎ。これはね日焼け止めかなと、ハンドクリーム、なんか喉スプレーとかで、これはねなんか最近ね買いました、良さげです。でこれはお風呂上がりにかかととかにね使うクリームなんですけど、めちゃめちゃおすすめです。ちょっと高いかもしれないけど、大好きなアレ向けのファンデーションなんですけど、ストックです。これ1個目のストック覚えといて。これ3個あるんですけど、ここはね薬用リップたちが製造をしてます。でここはまつげ美容液とかが入ったりとか、上がマネージャーさんからもらったやつで、なくなるなって思った時にファンの方からいただいて、うんいいわって思って、ありがとうございます。でここがもう意味わかんないたちで、真ん中ここはもう紙ゴムとか入ってて、でこれはメイクアップベースですね。 RMK この辺はパウダーですね。キャンメイクのパウダーとかイニソリとかハイライトたちです。とまじまじのファンデーションとか、こうめっちゃ急いでる時にこれをベベベって顔に塗ってます。で種類違うファンデーションを、でここもちょっと意味がわかんないんですけれども、これはまずあの思い出のポップティーンのねやつです。ポップセンの時とまだ開けてない無印の唇用美容液、これめちゃめちゃおすすめで、これはあの夜ねまつげを溶かすと本当にいいので、まつげ溶かし用、これはねいただいたやつかな。ジェルスチャットの香水とか3のなんかまつげの落とすやつ、あとこれはねマスクにねつけるといいみたいなやつがここになんか入ってます。ここはですねクリーム類で、これのキャップはですねモコちゃんが加えてリビングに持ってっちゃったのでなくなりました。ミノンのねクリームとか、まあ、ビューラーとかヘアオイルとか、あのブラシをこう汚れを落としてくれるやつ、ここはあの日焼け止めとかね。ここはねなんか TikTok でねなんかおすすめされてたクリームだとかちょっと買ってみた。でこれはですねファンケルのボディクリームなんですけど、めちゃめちゃねしっとりしてくれるのに肌も白くしてくれるのですごいおすすめブヤン。一回見てほらもうちょっとなくなるでしょ。でこうなった時にちょっと不安だから常にこうストックをね用意してるので、これはあの古川優香さんからいただいたマスカラ、まだ開けてない。でこれねこう4つあるじゃない。これはまず基本的には茶色のマスカラとかカラーマスカラがちょっと多め、もちろん全然ね普通これとか全然黒なんですけど、これ入ってたりとかして、ここは基本的には黒が入ってるけど、これはちょっとカラーマスカラです。ここはアイライナーがメインで入ってますね、涙袋のラメとかで。ここは私が基本的に毎日使うマスカラとかアイライナーとか涙袋のラメとかが勢ぞろいしてます。だからもうメイクするときはファンデーションとかピュピュピュって全部出して、これをこうここにもうポンって出すと私はもうメイクがね完成するんで、これだけ置いとけばもういい。で鏡の中こんなんです。引き出しいきます。そう前もね多分こういう感じで収納してたんですけど、もう多分中身が全然違うよね。後ろはシピシピね、クレナさんのやつとかキャンメイクとかリシアとかなとかこう入ってて、はい出ました私のストック。これはまたちょっと種類が違うファンデーションなんですけど、メイクアップベースのこちらストックですなんですけど、全然ここにあります。これがね毎日使ってるパウダーなんですけど、こちらももちろんここにストックがあります不安だからないと。でコンシーラーとかがあって、もう入ればいいからさ、いろんなところにいろんなものがあるの。今日もマジマジのアイシャドウがバーってあったりとか、これとかやばいでしょ。これ全部エチュードなんだけど、上にこうやって重ねちゃってる、ここにバーってまたアイシャドウがあって、ここに入りきらないアイシャドウをこの横にこうやってね置いてるので、後ろにはチークですね。チークたち、ここにコンシーラーがあって、基本的に使うリップ、はい、リップ、まあ、上にもあったねさっき。目薬すぐ目赤くなるから目薬を常にここに入れてます。奥にねちょっとわかるかな、奥にも目薬があるっていう感じ。ここはね、でここの右はこっちに入らなかったアイシャドウたち、主にパレットが入ってます。でもここら辺は全然違うけど、最近ねこの2つをよく使う、はい、っていうパレットとか、こういうちょっと大きめのねパレットとかはこっちにまとめて入れちゃってますね。ここ
箱とかも全部そう。下にも全然あるんですけど、ここの引き出しはここは鏡とかこういう感じバームとかで、ここには化粧水とかボディクリームとかです。あ、これもねめちゃめちゃいいよ。ネイルしてすぐ乾くからめちゃめちゃいろんなの入ってる。はい、じゃあ最後ここですね。結構ごちゃごちゃしてるんですけど、これはまずあのマネージャーさんに、私が物もらいをねなりやすい目になってしまったので、これいいよっておすすめしてくれて買いました。薬局で毎日してない、やばい。ここにはですね、もう本当にいろんなのが入ってるんですけど、これ最近インスタで紹介したパックが、あとまあ日焼け止めすぐ出せるように日焼け止めとか、あとまああのこれスポンジのストックとかいろいろ入ってます。でこれね、メイクするときに使うピンをここに入れてます。で綿棒、これ毎朝ね朝用パックをしてここに入れてます。で下は持ち運び用の細いあのちっちゃいストレートアイロンとティッシュ、これも全然ずっと使ってる。カラコンはですねここに入ってるんですけど、ここはあのサーヤさんのねカラコンとかで、もうここはね下にめちゃめちゃ入ってて、これはねあのホイヤオ、オプティーンのホイヤオのカラコンとか、あのカノンさんのやつとか、これね私がアンバサダーをさせていただいたシリークのカラコンとか、これはマータソさんのカラコンとか、この下にも全然まだまだあります。あるはずなんですけどちょっと難しいです。カラコンですね。あ、そう、これはあれ古川優子さんのカラコンです。そう、これもねめちゃめちゃ可愛いんですよ。優子さんのカラコンなんですけど、全色あるんですけど、こんな感じめちゃめちゃ可愛い色っていうのがここにずらっと入ってます。こんな感じでございます。はい、ということで私のドレッサーをね今日は紹介したんですけど、ここでこんな感じでメイクをしています。もうそろそろドレッサーも変えたいんですよね。ぶっちぎりこんなにコスメあっても毎日さ全種類使えるとかでもないし、ちゃんと全部使えてる自信もないから、ちゃんと考えながら買ってったりとか整理したりとかも考えていかなきゃなと思っております。ということで私の最新のドレッサーの中身でございました。しばらくもなんか部屋の模様替えとかもしてないし、ドレッサーもずっとこういう感じなのでしばらくは紹介しないかもしれないんですけど、結構ガラッと変わったりとかしたら、もう部屋紹介だったりとかドレッサー紹介だったりとかもまたできたらなと思います。ということで本日も最後までご視聴ありがとうございました。次回の動画もまた見てください。バイバーイ。